日本はコロナ禍を脱しつつある。しかし外国はむしろ逆に感染者も死者も増えた？そんな状況も発生している。想定通りだとするなら外国は強奪連鎖の否定に対し、あまり、いやほとんど関心がないわけだ。自由市場、仮想が犠牲になるのは理の当然だと、その環境をそのまま継続することを望んでいる、死者が増えようとも。お国柄の違い、だけの問題だろうか、もっと根本的な。そして懸念はそれを日本にも要求すること。日本も微妙に下げ止まった感じもあって不安は湧く。日本では、お金は増える、それは実感しえても、外国は違うのだ。多くは。その時、そこにあるのは、財産、その奪い合いでしかない。殺し合いが良くない、それは分かっていても減っていくそれを前に、選択肢は。それがワールドクオリティであるとき、日本はどこへ